さあということで、なんとですね、人間慣れという怖いものでだいぶ慣れてきまして、なんとこちらのさくらんぼを使って回復することによって星の夢戦で栄養ドリンクを保持した状態で来ることができました。よし、決めたいね。ごめんなさい、今もしかしたらマウスが映っていたかもしれないです。よし、頑張るか。できれば破壊。オッケー。できれば破壊。下から来るんだっけ最初。違うか。オッケーオッケー。まあ一回見てる分まだ楽かな。よいしょー、いいね。マックスまで回ったね今。うわ、当たっちゃったか今。え、すぐ破壊。よし、大丈夫、見えてる見えてる。うわー、しまった。今のもったいねえ。よし、オッケー。こっからよ。よし、頑張っていきましょう。
壊できるか？破壊できるね。まだ無理はしない、無理はしない。まあ、残るのもしかして。やべえ、おお、危ねえ危ねえ。マジか、使うか。破壊できなかった、マジか。まあ無理はしないでおこう。どう来る、どう来る、一緒かな、斜めですかね。うわ危ない。あ危ない。怖すぎ。これ押し切りたいな。うわーマジかー。倒せたけどこれ多分まだあるよね。あ、しまった、もったいない今の。3、5ですね。おお、できれば破壊したい。あ、電球か。
なんだなんだ、どう来るどう来る。なんとかかわせた。うわー、マジかー。なんかいけそうな感じあるけどな。もうちょいだよね本当に。さあということで、ここまで戻ってきました。勝ちたいねー。で、カウントダウンが来てしまう前に倒すことを目標にします。これ上大丈夫だよね。 OKOK。 集中ね。で、鳥居さんもすぐに倒す、破壊するというか、パワーを耐えます。破壊できなかったか。まあ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 、Thank you。 OK。 まあ2個でいいかな。しゃあない、無理しない。で、次のね、この鍵盤が個人的に一番大事だと思う。ポイントね、結構取りやすい印象なんで。うわ、マジか、当たっちゃった。今のもったいないな。さあここ注意ね。当たんないように、当たんないように。オッケーオッケー。とりあえず片方。よし。よーし、いいね。どうだ、どうだ、よし、いけた。うわー、なんかまだなんかありそう。もう一山ありそうな予感がするな。この続きがあるということは、ということで、おそらくこれが本当のラストなのか。うわ、なんかコア的な感じ。あ、これあれだよね、多分スーパーデラックスのさ、銀河願いよね、つ
慎重に行くぞ。やばいやばいやばい。うわ、危ない危ない。二箇所あるね。まあ、マジか。怖い、今当たりそうだった。うわ、破壊できない、マジか。よし、うわ、ビームね、衝撃波ね、えぐいな。まあ、とりあえず当てられそうな時にチャンジショットを打っていこう。全然一発でいい。オッケー、やば。ぶっちゃけこれ一発当たったらアウトじゃないか。あー、連続もあるんだ、怖いな。これはビームからの衝撃波ですかね。オッケーオッケー。ちょっと遠いな。まあ無理はしない。で、ビームかな。え、違う。なんだそれは、なんだそれは。爆発か、怖っ。これはもうおとなしくしてよ、この攻撃の時は。で、ビーム衝撃波。いやー、ちょっと緊張すぎて今アクション出さなかった。怖えー、マジ怖えー。いや、これは
無理しない。爆発はやばい。もうちょいか、次でいけるか。おお、しげた。え、なんだろうこの間。おお、怖っ。何今の何今の初見殺しみたいなやつやば。多分自爆しようとしたみたいな感じなんかな最後。うーわー、あれでやられたらさ心折れますよねいやマジでやばいわあれ。しかも結構ダメージでかそうだし。さあということで41分43秒82、めちゃめちゃ時間使いましたね。いやー頑張った頑張った。やっぱ俺の推しのナゴもここで出てくるってことは応援してくれていたんだな。そういうことですね。めっちゃステッカーもある、めっちゃステッカーもある。さあということで 100% クリアすることができました。達成です、ありがとうございます。いやーこれはめちゃめちゃ達成感ある。めちゃめちゃ難しかった。うーわー。やった。これはめちゃめちゃ嬉しい。さあ、ということで見てみましょうか。100% です。クリアパーセント。シアタールームで全てのムービーが見られるようになりました。ストーリーモードの能力をお試し部屋に UFO が出現。能力をコピーしてみよう。お、UFO。とりあえずさ、ちょっとどういうのがあるのかっていうのを。なるほどね。これがサウンドルームで。で、シアターの種類もちょっと見てみましょうか。まあ今まで見てきたような感じのやつなのかな。よし、ということで、ちょっと UFO 見てみますか、せっかくなんで。能力お試し部屋はエリア6。さあ、行ってみよう。さあ UFO はどこに。お、多分飲み込むのかな。吸い込みでコピーして、このなんかコピーの元的なやつじゃなくて、そこ吸い込んでって感じか。え、これは何ですか。普通にここでやられそうなんだけど。さあ UFO。
おお、ためができる。で、ジャンプじゃなくて、もう完全に十字で操作みたいですね。十字ってか、まあスティックでもいいんだと思うんだけど。なるほどね。ミステリーキャッチ。あ、そういうことか。すごい。なんかこれぞ UFO って感じだ。あー、ロボも乗れるんだ。すげえ今更かんだけど。なるほどね。ロボのお試しもできるんだ。なるほどなるほど。いやー、よかったよかった。 100% クリアできましたよ。めちゃめちゃダメージ受けてるけど、めちゃめちゃダメージ受けちゃってるけど、これ降りる場所ありますかね、こっちに。ああ、ありましたね。よかった、よかった。よし、ということで、UFO さんもね、手に入れることができたので、今、触っちゃいそうでした。危なかったです。もうチャージの段階で変わるんだよね、確か。このビーム的なやつもあるし。いやー。よかった。100% クリアできました。ありがとうございます。もう一回見ようか。いや、何度見てもいいね。さて、星の神ロープラネットいかがでしたでしょうか。なんとか 100% クリアまで到達することができました。アクション要素満載のとてもやりごたえのある内容となっておりましたが、ストーリーもかなり凝ってますよね。スーチーとハルトマンの関係、ポーズ画面などで解説が見られたりもするんですが、これね、あのボス戦もなんですよね。スージーは星の夢の起動の際に起こった事故で行方不明に、ハルトマンはコンピューターの実験で娘を失ったという経験があります。ハルトマンは娘を取り戻すために星の夢を制御しようとし続けた結果、娘の記憶を失い人格も変わってしまったというね、もうすごいね、設定があったりします。また公式は発表してるので、ハルトマンとスージは親子ということで、それはね、確定みたいです。そして新勝ち抜きボスバトルの難易度ですね。これはね、トリプルデラックスを動画投稿していた時も感じていたんですが、圧倒的に難しいですね。そう感じていたトリプルデラックスより個人的には難易度が高かった印象です。これはね、自分が思うだけかもしれないんですが、カービィシリーズって通常プレイのみだとややボリューム不足感があるんですよね。 100% クリアまでやってみてちょうどいいと言いますか。なので、やり込みやってみようって思いやすいんですよね。これね、結構すごくいいところ、個人的には思います。そして次回作についてです。現段階ではロボプラネットのような買っていて遊べなかったゲームであったり、フリーゲーム、インディーゲームを遊んでいこうと思っております。最近であれば、イブのね、フリーゲームでありました。こちらのリメイク版が出たとのことなので、興味ありますね。他にもいろいろと動画投稿していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。コメントの方もしっかりと読ませていただいております。本当にありがとうございます。同じ時間をシェアできる動画、これをね、ずっとモットーとして活動しておりますので、今までコメントを書いていなかったという人も、これからはどんどん書いていただけますと嬉しく思います。とてもね、モチベーションになっておりますので、一言でも嬉しいですので、ぜひお願いいたします。いつも書いていただいてるという方はね、これからもぜひよろしくお願いいたします。ということで、また他の作品でお会いいたしましょう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、ツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。